皆さん、昨日はよく眠れましたか？うん、ぐっすり眠れたよ。悪いな、俺まで止めてもらったよ。リアナ殿のことは我らにお任せください。たとえ帝国軍でもこの聖なる神殿に攻め入るようなことはしないでしょう。あれ、司祭様、神官戦士の人たちはどこに行っちゃったの？どこにもいないみたいだけど。近くの村に魔物の群れが現れたとのことで退治に向かわせております。リアナのことよろしくお願いします。しかし、なぜ帝国は彼女を狙うのでしょう？リアナがこの光の神殿の巫女であることと何か関係があるのでしょうか？さあ、私にはわかりません。あの清流騎士団が動くだけの何かがリアナさんにはあると思うのですが。司祭様、大変です。帝国軍が。何？この神聖な地に何の御用ですかな？俺様は炎竜兵団将軍バルガス様の右腕ゾルム隊長だ。この神殿にある石板を我々に渡してもらおうか。お前たちの狙いはアルハザードの封印に関する石板だというのか？そうと分かって渡すはずもなかろう。では力ずくで奪うとしよう。ジジイと男どもはあなたに任せますよ、ゾルム。若い女性は私に任せなさい。おや、あれは清流騎士団が探していた娘ではないですか？ちょうどいい、ついでにあの娘もいただくとしましょう。大変なことになりましたね。ゾルムといえば炎竜兵団の中でも将軍バルガスの右腕と呼ばれる腕の持ち主。モーガンは一流の魔術師から編成される黒竜魔導士団のものです。どちらも手強い相手と見ていいでしょう。リアナ、君はその場でじっとしていてくれ。はい。なんで雑魚ばっかりじゃねえか。ま、萎縮の恩もあるし、めんどくせえが手伝ってやるとするか。そんなに面倒なら手伝ってくれなくても構わないさ。面白え。俺はここでお前の腕前を見せてもらおうとするぞ。巫女たちは神殿の奥へ避難。はい、司祭様。一気に行くぞ、モーガン。気に入りませんね、私を呼び捨てにするのは。モーガン様と呼びなさい。もう今回の作戦では俺様が上官のはずだぞ。呼び捨てが嫌ならモーガン君とでも呼んでやろう。うっけー、こんな筋肉バカにコケにされるとは。なんだと、貴様のような巨人にバカ呼ばわりされたくないわ。ムカつくやつめ、ムカつくやつめ、ムカつくやつめ、ムカつくやつめ。なんかかなり仲が悪いみたいだね。時間の無駄だ。こんなやつに構わずさっさと攻撃を仕掛けろ。
私の力をじっくりと味わいなさい。邪魔する奴は容赦しないぞ。敵にダークエルフがいるみたいです。間接攻撃をしてきますから気をつけて。エルフは防御が弱いんだったな。ええ、だから直接攻撃をかければ。でもさ、エルフってそんなに攻撃力も高くなかった。そうですね、防御力の高い部隊なら安全に戦えると思います。そうか、間接攻撃だけ気をつければ。そう、スコットさんって物知りなんですね。戦術は嫌というほど父に教えられましたから。そこをどけ。俺の剣を受けてみろ。だうおうわっ、今だ、突入するぞ。大変だよエルミン、帝国軍の伏兵がいるよ。これが兵法というものよ。石板はもらっていくぞ。みんな帝国軍を神殿に入れるな。よし、オイラも頑張るぞ。もっと派手に暴れてあげなさい。我々に抵抗する。また強くなったぞ。僕だって立派に戦う。オイラの力を。我が敵を撃て。世の中成果の見せ所です。ビャーッ、ビャーッ、くそ。
一人残らず殺す。負けるわけにはいかん。覚悟。死ね。見かけ以上に手強い連中だな。気を引き締めないとこっちがやられるぞ。今頃気づいても遅いわ。たく見てらんねえな。なんだと？お前にそんなことを言われる覚えはない。だったらこうしようぜ。お前が俺を指揮してみな。俺はもともと傭兵だ。お前の指揮能力面白い。お前に俺たちの戦い方を見せてやる。そうかい。じゃあ早速作戦指示をしてくれ。で頑張る。まだ死にたくねえ。これで終わりにしましょう。ダーッダーッ。そこだ。うわ、
やるじゃねえか。俺にはおよ。さあどうするんだ、エルウィン。言葉として受け取りましょうかね。お前はその言葉通りいやらしいやつだ。ラッキ
は終わりだ。この辺りの様子が変だと思ったらやっぱりここにいたのね。この私が来たからにはあんたたちの好きにはさせないわよ。アキキ、お嬢さん、おとなしくお家にお帰りなさい。そうすれば若い命を散らさずに済みますよ。な、何よこの変態魔術師、目つきが危ないわよ。うん、それについてはどうか。マッキー、あらら、変な女の子が現れちゃったよ。失礼ね、せっかく助けてあげようと思っているのに。あら、あなたなかなかかっこいいじゃない。あなたのためにちょっと張り切っちゃおうかな。え、オイラのこと。いやー、照れるな。バッカじゃないの、誰があんたなんかに。ちっ、そんな言い方しなくたっていいじゃないか。とにかく頼むよ。赤くなっちゃってかわいい。
スのシェリー、マイル。シェリー、どこかで会ったような。俺様の実力を見せてやる。炎竜兵団のナンバー2は俺だけではないぞ。さあ、おのれ。私に歯向かうとはお仕置きです。負けるわけにはいかないんだ。うおThank you.
じまくれ。バカだ。帝国軍の好きにはさせない。これで終わりよ。
また強く。貴様たちの顔を。俺様の力がこんなひよっこどもに劣るとは。どうやら終わったようね。ありがとう、助かったよ。俺はエルヴィン、君は？シェリーよ。私たちカルザスは近隣の国と反帝国派を作っているの。この辺りに帝国兵がいるって聞いてやってきたのだけど、でも帝国が光の神殿まで襲うなんて、一体何を考えているのかしら。あ、そうだ。ところでリアナさんの件はどうしましょうか。結局光の大神殿でもダメだもんな。これからどうすればいいかな。光の神殿に任せるのは無理のようだし。彼女が帝国に狙われているの？そうね。それなら、この先のカルザス城まで来ない？カルザス城か。確かにカルザスなら、リアナさんを守ることができるかもしれません。もちろんよ。カルザスには、私以外にも強い兵士がたくさんいるわ。そうだな。それがいいかもしれない。エルヴィン、あの。ん？リアナ、なんだい？お願い。私も戦わせて。そんな、女の子じゃ戦いは危険だよ。これ以上耐えられないの。私のために、そのみんなが傷つくなんて。そうよ、女だからって戦えないなんてことないわ。認めてあげなさいよ。心配ならあなたが彼女を守りきればいいじゃない。わかったよ。でも絶対に無理はしないこと。いいね。ありがとう、エルヴィン。なかなかやるじゃねえか。それにその男気も気に入った。ありがとう、嬉しいよ。お前は何か大きなことをやりそうな気がするぜ。しばらくお前と付き合うぜ。一緒にいれば退屈しないだろうからな。これからも頼む、エルヴィンよ。こちらこそな。ローガのような強い仲間は大歓迎だ。さて、それじゃあカルザスへ急ぎましょう。私が案内するわ。きっとみんな大歓迎よ。待ってください。せめて助けていただいたお礼だけでも。あなた方のおかげでこの神殿は救われました。ぜひお礼だけでもさせてくだされ。このクロスを受け取ってください。あなた方の行く末にいつも幸運がありますように。よし、行くぞ、みんな。これも父上。